箱崎はすごいたくさん来て、もう本当にてんやわんやぐらい、すごかったですね。で、伊達市と一緒にね、やらせていただいて、海のものと、それから石巻の、反対だ、福島の山のものと、ぶどうとか、それから石巻の海のものと、両方ですごく良かったです。多分IBM 社が何度も繰り返しやってらっしゃるので、復興庁の結の金曜マルシェは初ですけども、それより以前から2ヶ月に1回ぐらいは継続的にやってる、社員がみんな知ってると、そんな状態ですね。だんだんその繁殖のやり方が上手になってきてるのがありまして、例えばちょっとしたポップであるとか、あとアンケートの誘い込みとか、その一生懸命社員の皆さんの巻き込みもだいぶ上手になってきたと思います。課題があるのはやっぱりそのイベントで終わらせないっていうことですね。このイベント、企業マルシェ自体は非常に盛り上がるし、売上もそこそこ上がるし、社員さんも喜んでくださる。で、それがずっと続いてやっていけるかっていうと、そういうわけにもいかない。どこかで終わるところが出てくるでしょうし、こちらの方もその継続するために、その単なるイベントじゃない、例えば同じ会社さん同士の商品開発を一緒にやるとか、ここで得たノウハウをどういうふうに使っていくかってことですよね。企業さんとのパイプができたので、そこでいろいろな提案を今後していく必要があると思ってます。わかめサラダでもう一品できちゃいます。しめ鯖とかありますので、もしよかったら。石巻の生海鮮です。どうぞお食もどうぞ。金華しめ鯖、一口食べてみてください。家族喜びます。家族喜ぶ金華しめ鯖、切るだけで OK なんで奥さん喜びますよ。年度内は結の場としては気仙沼の企業さん対象と、今回石巻の企業さん対象ですけど、気仙沼企業で11月に、4回ですね、開催予定が入ってます。事務局のジェブダの方で、一応受付をしようと思っています。私たちが動くこともあるし、場合によっては直接インテリジェンスのセンターさんでやっていただくとか、いろいろなやり方は考えられますので、大丈夫です。